皆様こんにちは、きのこです。今日はとあるお店にやってきました。見たことがあるニットたちがずらり。今日はあのお方も出演です。ぜひゆっくりご覧ください。こんにちは、お久しぶりです。お願いします。はい、ということで平さんがいるということはもう皆様わかると思うんですけど、マクマ…マクマヒンってちょっと大丈夫です。マクマホンニッティングミルズの春夏のお洋服が販売間近ということで、また今回も撮影させていただきました。お願いします。お願いします。今日はちょっと普通に動画撮るだけだと面白くないので、あの東さんの中でベスト3を選んでもらいました。結構ね、肩数はたっぷりあるんですけども、選べました？選べました。なんとか、なんとかということで、じゃあちょっと早速東さんのベスト3を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ベスト3はこれですね。おこちらの、まあちょっと透け感のかわいいの、はい、カーディガン、まあ、あとベストもあるんですよ。あ、ベストもあるんです。あ、本当だ、はい、これは新型で今までやってなかっためちゃくちゃ綺麗ですね、はい、今までのはどちらかこれぐらいの透け感。あ、そっか、本当ですよね。そうですよね、だったんですけど、うんうん、今回かなり透け感が強めなんで、まあ本当に夏でも着用できるかなっていう。2位は、あ、2位はこちら。これめちゃくちゃ可愛いと思ってました。個人的にもめちゃくちゃ激推しなベースです、はい、紐が出てるんですか？そうなんですよ。よりこう立体感、うんうん、3D 感というのかわかんないですけど、うん、出すために紐をつけてみました。え、これって普通に縛るのが正解なんですか？まあ、縛ってもいいですし、まあ、こうやって垂らしてても、うんうん、なんか面白いかな。可愛い。ちなみにこれって何色あるんですか？これは、3色あります。お、これと黒と、あ、かわいい。あ、なんかまただいぶ変わりますね、色で。だいぶそうですよね、うん、イメージが変わると思うんですけど。え、この3色だとどれが一番推しですか？個人的にはこの赤が好きなんで、うんうんうん、ネイビー赤。他もいいですよね。かわいい。私もね、あのマクマホンさんのやつ見てて、これが一番気になってる。結構これは結構問い合わせも多いですね。あ、やっぱりそうなんですね。で、そしてそしてあれ、やっぱあのキノコちゃんちょっとやっぱあの毒を持ってもらうってことで毒キノコでもこれを着たらあれかもしれないです。あの自分を強くできそうですね。お袖になんて書いてるんですか？袖もワイヤードステイっていう。かわいいですね。あのワイヤードが変なっていう意味で、うんうん、ステイがそのまま変なままで、うん、なるほど、自分らしく色っていう感じ。そうですね、ですかね。よく言うとそんな感じよく言うとそんな感じいいですね。え、一色ですか？これは、毒キノコ柄はこの一色なんですけど、はい、同じ型で、うんうん、こういうデザインフラワーに骸骨がついてるのもあります、なんでキノコを紫にしたんですか？これはあのちょっとまあ今回は少しこう毒を混ぜてこう、うんうん、色味的にも、まあ、パープルあったり黄色あったりとか、うんうん、すごいナチュラルっていうか少しこうナチュラルなカラーリングに毒を刺していくっていう、まあ、秋冬もドクロがあったんですけど、ありました、それの春夏バージョンっていう。へー、なるほど。ちょっとこれは私後で着ないといけないやつですね。ぜひ。毒キノコか毒キノコかなるほどな。ちなみに今回って小物もあるんですか？小物もあります、うんうんうん、小物帽子はここにね今ありますもんね、はい、なんかあの秋冬は結構クマとか、はい、ラビットのイメージあったんですけど、はい、これなんですか？今回はまあちょっとハットにデビルが、へえ、まあ、前回もデビルあったと思いますけど、うんうん、今回ちょっとこういうかわいい。で、角がついて、これが3色あります。この紐がついたハットになります、ね、うんうん、ニットでこういうのできるんですね。そうですね、これも全部手編みで。すごいな。結構やっぱ雰囲気はすごいある、うん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 、少しこのカラー周り的にもナチュラルなカラーリングの中にこういう、うんうん、まあ、パープルであったりグリーンとか少し、うん、ところを入れたよ。
一番選ぶとしたらやっぱ毒キノコなんですか、そのもう1個だけってなったら。1個だけって言ったらこれですね。あ、1個だけだとそれなんですか。はい、あのさっきはちょっと半分ネタで言ってるはい、やばね、ハブネタでちゃんとした、じゃ あの順位をつけると、まあ、僕が来たのはこれですかね。あー、やっぱり私もこれ1位なんですよ。これは見たことがない。私もなんか実は以前こっそりチラッと見させてもらったと思うんですよ、最初に。あの時にもうこれ一択だなって思ってたから、ほんとかわいい。え、ちょっとぜひ着ていいですか、それ。あ、どうぞ。ちょっと着てみますね。ということで来てみました。今回はちょっと東さん一押しのベストということで、私もねすごい気になってたアイテムではあるんですけど、こんな感じになります。なんか最初本当は白のトップスに着てみようかなとかも思ってたんですけど、あの意外と今日着てるこういうちょっとブルーの色味の、ね、やつでもいいなと思っていて、色あるのいいですね。ね、色あるの可愛いなと思いました。でもネイビーに対して赤も可愛いんですけど、この2つもすごく良さそうだなと思っていて、うん、東さんだったらどういう服装にしますか。今時期だったら、なんかパーカー着たり、まあ、あとはスウェットとかでもいいのかなと思いますね。ちなみに紐は変えれる。紐はまあ、あの取ったら変えれますけど、多分つけるのがめんどくさくなると思うんで。そうですよね。でも蛍光とかね、蛍光カラーとかに変えるのもすごい可愛いかなと思ってます。洗濯は普通にできます。洗濯はそうですね、まあ一応クリーニングは推奨してるんで、クリーニングがいいかなと思うんですけど、まあ最悪手洗いでも、はい、さっきおっしゃってたこれがやっぱり着るべきなのかなって。まあ、これはあのきのこちゃんのために作ったみたいなもの。それはちょっと冗談ですけど、すごい毒を一回着てみたいと思います、はい、はい、めちゃくちゃ似合いますね。本当ですか。でも意外としっくりきたかもしれないですね。かわいい。しっくりきすぎてますね。もうこれで歩くしかない、ね、リニューアルみたいな感じ。色が結構使ってるんで、また蛍光の話になっちゃうんですけど、はい、ちょっと派手なカラーの T シャツとか中に着て、あ、ちょっと首元見せたりとか、うん、まあそのままでも全然、うん、ちなみにこれと合わせる帽子だったらどれがおすすめですか。帽子はパープルですかね、色味を拾って。あ、パープル、何なんだろう。もう顔隠しちゃおう。あ、もう完全キノコになってます。ですよ、キノコですよね。すごいですよね、できちゃいましたね。すごい、キノコが2つできましたね、はあ、これでマスコットが作れる。あ、かわいい。よいしょ。ということで私のランキングを決めたので見ていただきたいです。まずちょっとね、あの紹介いただいてなかったんですけど、私ちょっとこれにすごく目が引かれて、お花これかわいいなと思いました。なんかマクマホニティングミルズって花のイメージがすごく強いんですけど、これもでも新作ですか。それも新作です。なんか前花こうなってましたもんね。あ、そうですね、はい。今回横並びなんですね。横並びで、え、2位がすいません、毒キノコじゃなくてチップ可愛いなって、やっぱりね、車のね、あのデザイン入ってるの大好きなんですよね。私家にもあるんですけど、車可愛いなと思いますね。東さん的にどっち推しですか。僕はなんかこのちょっとトラックっぽい方がちょっと小ダサくて面白いなっていうとこありますね。でもまあジープもいいですよね。これも可愛いなって、これが2位です。私たちじゃない、私たち。誰が私たち。なんか一人増えてますね。で、もう一つがやっぱりもうダントツです。やっぱりこれ。ああ。ダントツで私これですね。結構なんか私はあのさっきおっしゃってたと思うんですけど、シャツで合わせたいかもしれないです。うん、まあ、日中っぽい雰囲気好きなので、まあ、色はこの2つで私は今悩んでます。可愛い。普段のちょっとシンプルタイプもいいなと思うし、この赤も可愛いなって。ちなみにあれなんですよね、あのちょっとさっきお伺いしたんですけど、数量が少ないと伺ってます。そうですね、割と少なめですね。で、私は今ずっと悩んでるんですけど、これになるかなと思っています。私のランキングでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今日も東さんありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介したアイテム以外にもまだあるんですよね、たくさん。そうですね、はい、デザインがある。あの
色味だったりデザインもあります、うんうん、それはまた SNS で拝見できますか。はい、ちょっとぜひアカウントは載せさせていただきますので、皆さん気になる方は見ていただきたいのと、あとは重要なのは販売期間ですよね。販売がちょっとまだ、これ今使ってるのサンプルで商品がまだ届いていなくて、一応今予定してるのは3月の16日からできればいいなと思ってるんですけど、ちょっとまた遅れるかもしれないので、お店のインスタグラムをチェックしていただければと思います。かしこまりました、ありがとうございます。ネットも基本的にはインスタ見てたら分かりますかね、ネット販売。そうですね、ネット販売もいつもは結構遅く店頭販売とタイムラグができてしまってます。もう今回は少し早めようかなと思ってますので、こちらも、インスタグラムをチェックしていただければと思います。わかりました、私もちょっと楽しみにしてます。私もちょっと今選びたいなと思ってるので、また選んで何を選んだかっていうのはお家でご紹介できればと思います。木原さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではありがとうございました。ありがとうございました。